今日は4月1日ですからね、はい、新年度ということで、まあ、レギュラーですからありがとうございます。よくなってると思いますけどね、うん、また脂肪が薄くなったんじゃないですか。あ、そうですね。なんか体重が何キロですか。71ですね。コンスタントにやられてるからですね。週4回5回ぐらいで1年半ぐらいね、はい、まあ、無理なくやってますからね。最近スクワットちょっと重たいのもやってますよ ね、 そうですね。100ぐらいまでですね、はい、きついでしょ。きついです意外に体力があったなと思ってありがとうございます。やっぱり運動できるんですね。まあ、サッカーとかやってたというってからですね。身長もあるしですね。今おいくつでしたっけ。今年40です。若く見えるしまあスクワットとかがきつい人もいますからね。きついのはきついでしょ。きついです。でもやってますよね最近うちの動画見てやり始めたんでしょ。そうですね。まあ、あれが昔のトレーニングですもんね。聞かせた方がいいですね。まあ、聞かせる感覚で最初入ってますからね。まあ、でもスクワットもゆっくりやったらきついでしょ。あ、きついですね。無意味に重たいのやっても意味がないからですね。痛めそうな感じはしないですか。腰とか大丈夫ですか。大丈夫ですね。まあ、運動ができるでしょうね、やっぱりね。まあ、一番大事なのは続けることですからね。でも聞かせてますよね。でも胸とかにもね。ベンチは100ぐらいいったんですかね。まだもうちょいですね。90ぐらい。これがみんな嫌がるんですね。100いかないのが恥ずかしいとか思う人もいるけど、そんなないですよね。あ、ないですね。身長もあるからですね。そんなもんじゃないですよね。そのうち行くでしょうね。スクワットも重量狙っていけ120ぐらいは行くでしょうね。まあ、でも重量はまあ一つの目安でしょうからね。まあ、スクワットも楽しいんでしょ今。あ、楽しいですね。体力ありましたね。何回もありがとうございます。まあ、分からないですよね人はね。まあ、運動ができる体ですよね考えたらね。そこそこできるんでしょ運動。そこそこと思うんですよね。人並みぐらいかなっていう感じですよ。もう大人しそうだからそんな感じじゃないですけどまあ、まあ、体は嘘つかないですよねまあできますよこれだったらね。まあ、5月またいいの撮りましょう。はい、ありがとうございます。